皆さんこんにちは、はるです。今日は関西国際空港に来ています。なんで関西空港にいるかと言いますと、前回ですねドバイに1ヶ月間滞在していたんですが、今回はなんとギリシャに行ってみようと思います。初のヨーロッパでめっちゃワクワクしてるんですけど、今回乗る飛行機はルフトハンザっていうヨーロッパ最大級のドイツの航空会社なんですね。そちらに今日はお邪魔していこうと思います。そして今回なんですけど、まず関空から羽田、羽田からドイツのフランクフルト、フランクフルトからギリシャのアテネの方に飛んでいきたいと思います。今回の飛行機なんですけど、なんと国際便がビジネスクラスに乗ることになりました。いや、いつも節約節約でもうエコノミーしか乗らなかった人生なんですけど、今回はちょっといい機会なので、ヨーロッパの大手航空会社のルフトハンザのビジネスクラス、どんな感じなのか。では今ギリシャの入国方法なんですけど、3つありまして、まず1つ目がワクチンを打ち終わった人で、2つ目が72時間以内の PCR 検査を受けた人で、3つ目がコロナに感染したけど完治しましたよっていう証明書を持ってる人。このどれか1つでも持っていたら今ギリシャ入国できちゃうんですね。そしてギリシャって世界遺産が18個ぐらいあってたくさんあるので、そういったものとか街並みとか歴史とかギリシャのいいところをいろんな視点からお伝えしていけたらなと思います。この動画を見て旅行気分を味わっていただけたら嬉しいです。そして高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは行ってきます。羽田はお手洗いにジュースとアイスクリームがある。すげー。羽田空港到着しました。
今回乗り継ぎ時間が1時間45分しかなかったんですけど、飛行機が15分早く着いたので余裕でチェックインできちゃいました。すごいパラリンピックの選手がたくさんいらっしゃってめっちゃ興奮してます。チェックインの際は、パスポートと PCR 検査の陰性証明書と、あとプロトコルっていう QR コードですね、必要になるので、その3つだけ提示してすぐチェックインすることができました。ルフトハンズってなんかロフトとハンズ混ざっちゃって全然覚えられないです。ルフトハンザ、ルフトハンザですね。はい、すごいパラリンピックのピクトグラムの缶バッジのガチャガチャがあります。値段は300円ですね。あとオリンピックとパラリンピックのハンカチもありました。値段同じです。搭乗ゲートの人はまばらなんですけど、結構パラリンピックの選手がたくさんいらっしゃるような感じです。ほぼ選手ですね。搭乗ゲートやってきました。から入り口だったので、今回111番ゲートからなんですね。もうすぐ目の前でした。今日は2時5分のフランクフルト行きですね。 LH717 便、これに乗るんですけど、それ以外がめちゃめちゃキャンセルになってます。今日何があったんでしょうかね。これバーバリーとシャネルが開いてないのかな。免税店も半分ぐらい閉まってて、カフェとかレストランほぼ閉まってますね。うどんとハンバーガーステーキとお好み焼きとカフェは空いてるみたいです。でサービスは銀行とか保険とかそういうのは全部空いてて、ラウンジもほぼ閉まっちゃってますね。私が来た時よりも空いてるんですけど、今こんな感じです。クラスめっちゃワクワクします。今から行ってきたいと思います。こちらが私の座席になります。最初から枕と毛布が置いてありますね。手が届かないってめっちゃ嬉しい。これなんだろう。あ、マットレスがありますね。すごい寝心地良さそう。あとスリッパですね。おっとっと。あとお水500ミリかな。お水とこれなんだろう、アメニティ？はい、開けるとこんな感じでなんかめちゃめちゃ入ってますね。ロクシタンの香水ですね。香水が入ってる。あと靴下とアイマスクですね。ちゃんとロゴが入ってる。今日全部こんな感じで紐で留められてますね。あとはこれなんだろう、耳、美容室の耳キャップみたいなやつどう使うんかわからない。あとゴム製の耳栓とミントのタブレットかな、嬉しい。あと歯ブラシセットも、あ、キャップ付きでついてますね。すごい嬉しい。こんな感じでした。ベルトがめちゃめちゃブカブカですね。よいしょ、こんなもんかな。
シートベルトをしっかりお締めください。
sobald die kleine Verbindung nicht mehr zur Verfügung stehen muss, auch ihre Geräte im Flugmodus und bei vollständig ausgeschaltet sein. ドイツのフランクフルト到着しました。今回12時間20分のフライトだったんですけど、だからビジネスクラスだけあって全然疲れてないです。今日本時間だと夜中の2時半ぐらいなんですけど、今こっちは7時間差があるんで7時半ぐらいかな。でも外は全然明るいです。結構人多いですね。乗り換え時間が1時間半しかないので先に搭乗ゲートに向かいたいと思います。空港にお寿司が売ってました。めちゃめちゃサーモン推しですね。あと細巻きって書いてる握りとか、すごいお箸とかも置いてますね。お箸とスプーンが置いてます。私の便がこれかな、アテネ行き9時で、これはゲートが A68 ですね。お、すごい、見たことない車がある。めっちゃかっこいいですね。これこっちって入国するときにパスポートは自動改札みたいなところじゃないんで、こう人が見てスタンプを押してこう入国できますってなるんですけど、なんか私を担当してくださった人がめっちゃ英語苦手やって、 What do you want? What do you want? って言われるんですけど、え、なんでそんなこと言われる意味が分からんと思ってたら、何を目的にドイツに入国するのって聞きたかったらしくって観光っていうまでにめっちゃ時間かかって2、3分ぐらいかかりました。それでこう入国した後に1分ぐらい歩いてたら、さっきのお兄さんがめちゃくちゃ全速力で走ってきて、何や何やと思ったら、ごめんスタンプ押し忘れたって言って焦って取りに来てくれました。しかもお兄さん今日初日だったらしくって焦ってたんですかねちょっとほんわかエピソードでした。入国審査の時に普通電子機器とか携帯パソコンとかそういうのってバッグから出してこうカゴに入れると思うんですけど、ドイツって液体のもの、例えばこういうちっちゃいクリームとかこう化粧水とか、もちどんなにちっちゃいものに入れてても全部それも一回バッグから出して検査しなきゃいけないらしいです。私それ知らなくってちょっとすごい検査されちゃったんですけど、まあ、出したら全然大丈夫ってことでした。今日のドイツの気温が21度らしくって、日本と比べるとめっちゃ涼しいですよね。もう調子乗ってそのまま機内で着てた長袖長ズボン着てきて全然大丈夫でした。いいですね、なんか日本も夏より涼しいならちょっといい避暑地ですね。ビールも美味しいし、ビール飲みたい。お土産屋さんにやっぱビールのおもちゃとかがいっぱいあったんで、やっぱ飲みたくなりますね。いつか飲みに行きます。
とやっぱ入国するときにすごいスタッフさんが褒めてくれるんですよね。髪の毛綺麗だねとか、さっき言われたのが足の爪綺麗だねって言われました。単色の黄緑塗ってるだけでもうめちゃくちゃ褒めてくれる。みんな大好きコーラがありましたよ。なんかこれドイツのコーラみたいな飲み物なんですかね。メッツォミックスで、ちょっとやっぱビールいっぱい売ってますね。ビールめっちゃ飲みたい。なんかめっちゃ美味しそうなんだけど、何これ。もう磁石のやつめっちゃ可愛いですね。このハトなんだっけ、ハト時計みたいなやつもあります。しかもやっぱお国柄ですよね。ビールの開けるやつがめちゃめちゃ売ってます。かわいい。で、空港に本めっちゃ売ってるんですけど、めっちゃ分厚くないですかこれ。なんかソウルイーターのマカが持ってる本ぐらい分厚い。ちっちゃ。うわ、この下の余白気になるな。何の本なんやろこれ。ビール瓶のグラスとかジョッキが売ってますね。めっちゃ可愛くないですかこれ。ちょっとカットが入っててキラキラしてる。なんかめっちゃちっちゃいのもあるんですよこれ。これでビール飲むんかな。いや、何飲むんやろこれ。とミランダカーのペラペラのクロスワードパズルとかも売ってます。でサッカーチームのグッズかな。めっちゃ可愛い。これ飛行機2階建てですね。上がある、すごい。こんな感じかツアーしていきたいと思います。行ってきます。ハロー。ハロー。ビジネスクラスやけどめっちゃ狭い。ちょっと思ったより汚いかもしれない。これがビジネスクラスらしいです。ちょっと思ってたのと違うけど、真ん中の席がこんな感じで、座る専用じゃなくってコップとか食べ物とか置くようなところになってるのかな。さっきと同じ消毒液のワイプをもらいました。何言ってるか全然わからん。
じゃあギリシャのアテネ空港到着します。今現地時間で夜中の12時45分なんですけど、今度は時差6時間になるので日本は朝の何時や6時45分ですね。実際3時間ぐらいしか寝てないんでちょっと眠たいんですけど、なんとかたどり着けました。空港着いたらすぐに PCR テストで今鼻の咽頭をグリグリするテストが今あって、自分の電話番号に SMS で後ほど結果が送られるそうです。飛行機今日3回乗ったから鼻カスカスでちょっと痛かった。今からスーツケースを取りに行って、ちょっとホテルまでタクシーで30分くらいかかるんですけど、もう一踏ん張りなので頑張ります。頑張ります。はい、でもマリオットホテル到着しました。やっと着いた。ちょっとルームツアーを寝る前にしていこうと思います。ちょっと午前じゃないわ、午前か、午前2時なんでちょっと静かに行きますね。では玄関から行きます。はい、左にあるのがドリンクコーナーで、ネスカフェのコーヒーとお砂糖が3種類かな、とミルク、あとコップ、カップ系も2つずつあって、この持ち運びができるやつもついててめちゃ嬉しいです。で右に行くと、はい、めっちゃ鏡広い、なんか大理石っぽい感じでいいですね。はい、フェイクですがめっちゃいい感じです。アメニティがこう、またコップ2つある、ハンドソープと、これなんだろう、シャワーキャップ、コンディショナー、シャワージェル、ヘア、シャンプー、ボディーローション1本ずつですね。めっちゃなんか香り良さそう。でも歯ブラシがやっぱついてないですね。とタオルも何枚かある感じで、あと浴槽はなくって、シャワーが屋根からとこっから出せるような感じですね。めっちゃ綺麗。はい、ではこちら。たらーん、めっちゃ広い。思ったよりめっちゃ綺麗ですね。すごい、この机長いのめっちゃ素敵ですね。でちゃんとね、嬉しいのが、充電器が何でも使えるっていう、日本のこの iPhone とか充電するやつとかも全然いけちゃいますね、パソコンとか。よいしょ。これなんかルームサービスとかかな。でマリオットといえばこの長いソファ、これめっちゃ嬉しいです。あとはね、外の景色はなんかあんまり海とかここら辺ないんで、なんか逆光なんですけど、なんかここら辺にストリートがあって、なんだろう、人ん家かな、目の前なんか大きいお家があります。で今回もSPG カードの特典で無料でお部屋アップグレードしてもらったんですよね。で5日間ここに滞在するんですけど、私みたいにホテルステイとか旅行好きな方はぜひ私のトコテコブログに詳しく書いてるので、ぜひ見てみてください。はい、ルームツアーこんな感じ。とりあえずシャワー浴びてきまーす。できまーす。はい、では最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったよっていう方は、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次回の動画はアテネの神殿や可愛いカフェ巡り、あとは素敵な街並みやレストランなどアテネのいいところをたくさんご紹介していきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。